ゲイクルセーダーは、イギリスの競争馬、シュボバ。1917年に、イギリス大隊三冠を達成した。タネボバとしてはそれほど成功できなかったものの、母の父として、そこそこ成功した。1916年から1917年にかけて、イギリスで走った、競争馬である。折しも第一次世界大戦中であり、エプソム競馬場やエプソム競馬場などは使えず、 10戦すべて、ニューマーケット競馬場でのレースであった。このため、クラシック三冠競争をすべて制しているが、大体三冠、または、戦時三冠馬と呼ばれ、正当な三冠馬には含めないこともある。主な勝ち倉は2000ギニー、ニューダービー、ニューマーケットゴールドカップ、セプテンバーステークス、チャンピオンステークス等、全10戦発祥。 主戦騎手のスティーブ・ドノヒューはこの馬を自分が乗った最高の馬と発言していた。ゲイ・クルセーダーの活躍する以前により、当時のイギリスの馬主の間では、馬主名を伏せての出走登録が流行していた。この習慣は後に禁止されるが、ゲイ・クルセーダーの時代までは残っており、同馬のダービー優勝時の馬主名義もミスター・フェアリーというものであった。同時に、ゲイ・クルセーダーは、 偽名場所登録による最後のダービー優勝場ともなった。ありがとうございます。